はい、ありがとうございました。コロナにライムは入れないででしたということなんですけど、ですね、歌い終わりましたところ、きよしちゃんが、いなくなったんで代わりに来てもらってます。きよしちゃんの双子の姉かすみさんです。はい、こんばんは、かすみです。かすみさん、そっくりやね。見た目はそっくりやけどね。あ、本当ですか。髪型が違うぐらいかな。あ、そうですね、髪色はきよしの方はピンクなので、そうですね、今そうですね、かすみさんはなんかこのヤンキーみたいになってますけど今ね、もうキンキンなもんで、ちょっともうどうですか、妹はクラウディアで歌ってますけど、はい、姉のかすみさんはですね、はい、どういう活動されてるのかなっていう。姉のかすみさんは、かすみもですね、歌を歌っておりまして、まあ、ちょっと近々ライブをまたやろうかなと思って、はい、企画をしているところなんですけれども、なんか私の情報によりますと、はい、まあ、ツイッターとかね見てると、なんか踊ったりとか、はい、歌ったりとか踊ったり歌ったりなんかいろいろやってますね。もともと私本当に物心ついた時ぐらいからダンスが好きで、安室ちゃんだったりスピードだったりをもう3歳ぐらいから見てたので、ずっとね、あの MTV 見ながら。そうか、3歳で安室ちゃんとかね。そうですね、5歳の短冊に安室奈美恵になるって書いてました。はい、魔法ですね。アホですね。安室奈美恵にはなれない。そう、でもそれがきっかけといいますか、ダンスずっとやってたので、もう子供の時はずっとダンスやって、私はきっとダンサーになるもんなんだと思って、なんかあのクラウディア あのもう一人ボーカルのななみちゃんは、あのかすみちゃんと実は同じダンススクールとかっていう。ダンススクールというか、かすみ、まあ、きよしもそうなんですけど、出身が福井県っていう、まあ、なかなかの田舎出身でして、で福井県に住んでいながら、中学生の頃に、東京都内のダンスイベントとかコンテストに出に来てたんですよ。まあ、夜行バスで8時間ぐらい揺られながら来て、で東京でコンテストだ、イベントだに出て、また夜行バスで帰っていくっていうことを、まあ、月に1回2回ぐらいしてたんですけど、その当時同じイベントでよく会ってた子だったんですよ、ななみちゃんが。これはだから親方が、あの、はい、クラウディアの親方が、まあ、ななみちゃんを連れてきて、あれかな、偶然なのかな。偶然でしたね。あら、いや、なんか見たことあるなーって思ってて、ななみちゃんが名倉ななみっていう名前なことは忘れてたんですけ ど、名字は忘れていたんですけど、ななみっていう名前と顔が、あれななみは本名なのね。本名です、本名です。このななみってあのななみちゃんかなってちょっと思っていて、で、あんま声かけさせてもらって、ななみちゃんってもともとダンスやってました？って言ったら、なんか妹のきよしちゃんとなんか一緒にやりだしたから。え、そうなんですよ。姉としてはね、びっくりしました。あらっつって、なんか10年来ぐらいなので、もう10年ぶりぐらいに再会して、なるほど、まさかのきよしと同じバンド。じゃあ、きよしちゃんとだからななみちゃんは初対面やったってことね。初対面でしたね。かすみちゃんは昔がしてたってことね。はい、もうななみちゃんのことね。私が小学校6年生ぐらいかな、はいはいはい、中学生ぐらいから。はいはい。それ嫉妬しなかったですか？まあ嫉妬はしなかったですかね。何を私の妹と組んだっていやいやいや、まあ一緒に楽しみつつ、ね、ななみちゃんもね、アイドル活動もやったりとかね。そうですね、アイドルやってましたね。ね、なんつったってあれですよね、世界チャンピオンですから、エアギターです。あ、エアギターね、ね、世界チャンピオンね、すごいですよね。いや、2回なってますからね、世界チャンピオン、今年も目指そうで。親方もなんか世界チャンピオンなんでしょ。あ、親方はですね、世界リップハング協会という、これまた変わった特技で、ギターのゴンガシホネヤンは
は、日本チャンピオンですね。日本チャンピオンこれ大変だこれ、クラウディアにはねチャンピオンが3人いるということで、これ写真探してこれまた貼っつけなかったね。あーもうぜひぜひ何でもリップハングできちゃいますからね。焼き鳥の串だったり、なんだっけな、一回シシャモをくっつけてる時もありましたよ、確か。あーそうですか、もうね、変な回ですね。変な回ですね。でもなんか一応これ Facebook になんかあるんですよ。ありますよ、リップハングアソシエーションワールドリップハングアソシエーション、全世界リップハング協会、T シャツもありますからね、こちら。ほんで会員が、会員は今のところ親方とゴンガーさんと、あの奄美の歌姫、セレナさんが、ああそうですか、奄美チャンピオンということで全員チャンピオンやな。はい、皆さんチャンピオンです。俺もなんかのチャンピオンになりたいな。いや私もそろそろ何かのチャンピオンを目指さないとな。ちょっとなんかチャンピオン探そうかな。探しましょう。だからあのクラウディアのメンバーとかも全員何かのチャンピオンっていうね。そうですね、肩書きあった方がいいかなって、ね。だよね。じゃあぜひあのかすみさん、はい、あそう、高田馬場にゆかりがあるんですよね。あ、そうですね、私高校卒業してその福井から東京に、うん、高校行ってた、行ってましたよ、こう見えて。中卒ちゃうの？違います、高校ちゃんと出てますよ。3年間ちゃんと真面目に学校行き、まあ、福井を飛び出して東京に出てきたわけなんですけれども、出てきてすぐ高田馬場の、はい、あの専門学校、某音楽専門学校がございまして、はいはいはい、そこで ESP やな、あ言っちゃいましたねすぐ言っちゃったESP でそう、2年間、学ばせていただきましたね。はい、私もだから高田馬場にもずっといますから私。はいはいはい、そうですよね、まあ ESP の子多いですねやっぱり。いやみんなギター担いで歩いてますから ね、高田馬場の駅降りると。高田馬場駅、私だからギター抱えて立ってる時あるんですよ。はい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 、ほんなら若者と一緒に紛れて、おっさんがギター抱えて立ってるんですけどね君ら今からギターで食うの大変やぞっつって先輩は語る、音楽でなかなか食われんぞっつって思いながらみんな夢いっぱい希望抱いて通ってますから、ね、いやもうね、見てみおっちゃん、こんななってまうぞっつって見てみこんなおっちゃんをっつってねえ、いや2年間真面目に頑張ってましたよ。私もダンスと歌とお芝居も学びました、あそう、なんか私が行ってた学科は、私の代がちょうど1期生でして、パフォーマンス科っていう学科だったんですけど、はいはい、まあパフォーマンスっていうので歌とダンスと、はい、あとその表現っていう意味で演技も学びました、あそうですか。いやもうだからでも続いてますね。やってますね、やらせていただいてます、ね、はい、まあまあ私もずっと音楽ね、ずっとやっていくつもりなんで、ね、はい、これからもよろしくお願いします、ね、今月は、はい、4月、2019年4月はですね、はい、久しぶりにクラウディアのライブもあるんで、お、また見に来てください。あ行きます、清の応援に。そう、はい、最後にちょっとそうですね、本当はかすみさんの音楽聞きたいんですけど、はい、またこれ大人事情もあるかもしれないんで。そうですね、ちょっとまたそれは後ほど告知は ね、そうですね、またおいおいさせていただくあると思うんで、最後にですねクラウディアのオリジナルを唯一ある2曲のうちのもう1曲の方を聞いてもらおうかなと思います。クラウディアで混ぜるな危険、今日はありがとうございました。ありがとうございました。西日だけが入る「いろんなもの」